仏教読書第二十八話鉄のサビが手作られて、鉄を蝕しばむように悪は人かられて人を蝕しばむ。経があっても読まなければ経の赤。家があっても破れて作らわないのは家の赤。実があっても怒たるのは実の赤である。 国内のを正しくないのは人の赤。物惜しみは施しの赤。悪はこのようと後のようの赤である。しかし、これらの赤よりも激しい赤は無妙の赤である。この赤を落とさなければ人は清らかになることはできない。恥じる心なく、カラスのように厚かましく、谷の傷つけて、 帰り見るところのない人の生活はなしやすい。謙遜の心があり、敬いを知り、執着を離れ、清らかに行い、知恵明らかな人の性はなしがたい。他人の過ちは見やすく、己のの過ちは見がたい。他人の罪は風のように四方に吹き散らすが、己のの罪はサイコロを隠すように、 隠したがる。空には鳥や煙や火の後なく、横島な教えには悟りなく、すべてのものには永遠ということがない。そして悟りの人には動揺がない。